トカットの消しケキ消しケキは、イラン、トルコ、ギリシャなどにおいて食される料理。麦や肉、ミルクなどを煮込んで作る粥に似た料理で、宗教的な行事や結婚式、葬儀の席でしばしば食される。トルコやイランでは、一般的な料理であり、国外も含めた世界中のイラン人によって食されている。15世紀頃には、イランや大シリア地域の文献に登場しているが、 結局のところは16世紀から18世紀頃、イランで羊の魅力に同量の大麦や小麦の粉、肉を加えて作られたカシクという料理が起源と考えられている。ギリシャではケスケクという名前で、レスボス島、サモス島では祭りの席の食事として、ポントスジュン以外も含めて食されるほか、ギリシャとアルバニアの間に位置するイピロスでも食される。レスボス島では、 夏祭りの日に、けしきが用意される。この祭りの夜の儀式で、牛が屠殺され、一晩かけて調理され、小麦と共に翌日供される。けしきは、ただの料理ではなく、儀式や民族文化と結びついた一種の、社会的慣習といえるものである。トルコでは、結婚式、活礼式、祝日、雨乞いなど、大きな儀式の際に主催者によって、けしきが振る舞われ、調理には、 主役の親族や周辺住民などが総出で当たる。小麦の処理や脱穀といった一つ一つの過程は伝統的な歌や踊りとともに行われ儀式の一部と化している。トルコ政府は景色劇文化を保存するために景色劇の習熟過程の設定、関連工芸品の生産省令、景色劇マスターの人間国宝への登録などの取り組みを行っているほか、官学一体となった。 保存活動や NGO、地方自治体による消し敵イベントなどの取り組みも行われている。こうした取り組みが実り、2011年11月にトルコの消し敵の伝統はユネスコの無形文化遺産に登録されている。消し敵は北東及び中部アナトリア地方ではハシュルと呼ばれている。また、アルメニアにはハリッサという類似の料理が存在する。スラブ語派に見られる。 カーシャという料理の名前はペルシャ語の寄宿からの借用語である可能性があり、またサンスクリット語で飲み薬という意味のカシャやと同梱である可能性がある。ありがとうございます。